左側の図がベスタ族がある範囲で、右側の図はその範囲を具体的に表現した構造図。ベスタ族は小惑星体内単付近に位置する V 型小惑星の多い小惑星族。最大のものはベスタ。メインベルト小惑星のうちおよそ6%はこの小惑星族に含まれている。小惑星でも最大級を誇るベスタを含む小惑星族だが含まれる。 小惑星の多くは直径1 0トル前後である。最も明るいキャラと北京では絶対等級が12.2で大きさは7 5トル程度であるがどちらもベスタの反射能を上回っている。この小惑星族はベスタに他小惑星が衝突することによって生まれたと考えられ、その詳細としてベスタの南極付近には大きいクレーターが存在する。 この小惑星族には、J 型小惑星も含まれているが、これは、ベスタの表面により、内部から出てきたものと考えられており、衝突が大きなものだったと予測される。ビンチェンツォ・ザッパラが1995年に行った HCM 数値調査によると、軌道の中心部は、下記の範囲に収まる。また、軌道全体を含めると下記の範囲になる。 ザッパラの解析では235の小惑星が中心部にあるとしており、21世紀初頭の数値調査では96,944個の小惑星のうちおよそ6%に当たる6,051個の小惑星がベスタ族の軌道の範囲に含まれると考えられている。スペクトル分析によってベスタ族に含まれない多数の侵入者が存在することが示された。 それらは、ベスタ族とよく似た軌道を回っているが、V 型ないし、J 型以外のスペクトルを持つもので、ウニタス、アイヒスフェルディア、コスケンニエミ、ファンビスブルック、マクラフリン、ビノミ、ニューウェル、リリオなどが含まれる。ありがとうございます。